カタルーニャ語は、スペイン東部のカタルーニャ州に居住している、カタルーニャ人の言語。よく見られる、カタルーニャ語という表記は、地方名の英語名に由来する、インドヨーロッパ語族イタリック語派に属する、複数中心地言語の一つ。カタルーニャ地方のほか、バレンシア州、バレアレス諸島州、アラゴン州のカタルーニャ州との境界地域、南フランスルシオン地方、イタリアサルデーニャ州、 アルゲーロシなどに和者がいる。アンドラ公国では公用語になっており、また、スペインではガリシア語、バスク語と並んで地方公用語となっている。なお、バレンシア州は同地で話されているこの言語の地域編集の名称をバレンシア語と規定しており、このことは同州で話されているこの言語をカタルーニャ語のバレンシア方言であるかバレンシア語であるかという議論に発展した。 また、同じ言語とした場合は、カタルーニャ語とバレンシア語、およびこれらと、同系統のバレアレス諸島方言を総称してなんと、呼ぶべきかについても議論がある。カタルーニャ語が話されている地域。カタルーニャ語は、ヨーロッパの4カ国で話されている。カタルーニャ語は、ピレネー山脈東部の南北両側6で話されていた、ゾクラテン語から派生している。ガロロマンス語、イベロイコールロマンス語、北。 イタリアで話されていたがロイタリア語の特徴と原点を同じくする。アラゴン言語王国のレコンキスタによって、カタルーニャ語は南へ西へ広がり、バレンシア州やバレアレス諸島で話されるようになった。15世紀、バレンシア黄金時代にカタルーニャ語文学は頂点に達する。しかし、ピレネー条約によって、フランスへ活用された北カタルーニャでは、 カタルーニャ語の公での使用が禁止されてしまう。スペインにおいても、スペイン継承戦争の敗者であったカタルーニャでは、フェリペ5世が布告した新国家基本法によって、行政及び教育の場でのカタルーニャ語使用が禁止された。19世紀末には、カタルーニャルネサンスと呼ばれる文芸復興運動が起こり、成果を見せた。20世紀初頭には、文法学者、 言語学者、プンペウ・ファブラが、聖書法、文法書、辞書を完成させ、現代カタルーニャ語の規範化に貢献した。ところが、1936年に勃発した、スペイン内戦と後のフランシスコ・フランコによる、独裁政権により、地方語は、激しい弾圧を受け、カタルーニャ語も公的な場から、追放、プンペウ・ファブラも弾圧により、フランスへ亡命した。カタルーニャ語は、 公の場では、FC バルセロナのホームスタジアムカンプのを内を除いて、一切の使用が禁止され、再び暗黒時代に入る。フランコ独裁後期、カタルーニャの民族及び宗教行事が再開され、これらの行事の際に、カタルーニャ語を使用することが容認された。1975年11月の、フランシスコ・フランコの死後、フアン・カルロス国王の治世下で、 スペインの民主化が進む中、40年近くの間使用が禁止されていたカタルーニャ語も復権した。言語学的には、ラテン語から変化したロマンス語の一つで、歴史的関係により、南フランスの地方言語である、オクシタン語に近い。エスノローグの分類では、オクシタン語と共に、オクシタニーカタロニア語を構成するとしているが、言語学者にはこの説を支持していないものが多い。 他のロマンス語と比較すると、カタルーニャ語には以下の特徴がある。ありがとうございます。